2012年スケートアメリカは2012年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2012-2013ISU グランプリシリーズの第一戦である。2012年スケートアメリカは2012から2013年シーズンに開催されたスケートアメリカ。 2012年10月19日から10月21日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がケントの昭和センターで行われた。今大会開催国の統括団体である全米フィギュアスケート協会に対しては各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。男子シングル怪我のために欠場を発表した。 米国のエヴァン・ライサチェックに代わり、同国のアーミン・マーバヌーザ・デーが選出された。ペア・ジェシカ・デュエ、セバスチャン・ウォルフ組が出場を辞退し、ダニエル・モンタルバーの、セルゲイ・クラスノ・ポルスキーが招待された。ステーシー・キンプ、デビット・キング組が、大会直前に練習中の怪我のために出場を、辞退した。アイスダンス・イザベラ・トバイアス、デイビー・ダス・スタグニウナス組が負傷のために出場を、 辞退した。各競技の上位成績者には、2012、2013、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。 ありがとうございます。